ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も気になるコルダ3やっていきましょう。はい、京谷さんの親密度が完遂といたしました。それなのにこの男ったらもう手を重ねるだけで照れやがって前世の私はもう700ぐらいで膝枕まで行ってんだぞ。お前どうすんだ京谷いつまでも幼馴染じゃいられんのだよ。また前回みたいにこっちから攻める気がないか。パンパンパン太郎さん、もう何度言ってるか分かんないけど、そろそろパン作ろうぜ。はい、肉じゃが、レンコンきんぴら、だし巻き卵だし巻き卵はパンに挟めるんじゃないかなあ。だし巻き卵パンに挟めるだろう。じゃあこれで。なんなんだ、あとサンドイッチとかケバブとか出してこいよ。やあ、やあ、ふふ、花に音楽を聴かせるといいという説がある。君も試してみないか。ああ、話しかけるとかよく言うよね。うん、 PPR 一応ギリギリやんな。いらっしゃいませ、はい。ああもう高いラッパを売ってくれない、なんでだ高いラッパ売ってくれ。もうほんと買うもんないな。音叉ぐらいしかないな。いや、ま、マジで買うもんないぞ本当に。ありがとう。ジンジャーエール買うぐらいだな。いらっしゃい。はい、ジンジャーエール。ジンジャーエール安くて助かるぜ。またお越し。200円。はい、とりあえずジンジャーエールを貢ぎに行って、そっからだ、話はそっからだなあ。ハル、お疲れ様です。あ、ハルくんアイテム持ってたか。僕が検討するときなんてその日じゃないですよ。スポーツタオル、はい、差し入れ僕にですか。ありがとうございます。これすんごい上がるんだよな。ですか。途中まではすごい上がるんだけどね。さらっとした生地なんですね。今の時期ありがたいです。今度から剣道の鍛錬をするときに持ってきます。おう、京谷さん、京谷さん、おはようございます。朝から走り込みであなたに会いに行きましたよ。はい、喉が干からびてる、だるい、ジンジャーエール、うい、上がらない。あ、そっか、上がんないんだ。そうだ、上げる意味なかった。もう上げなくていいんじゃん、貢ぐ必要なかった。失敗したぜ失敗したぜ、貢がなくてよかった。朝一はやめとこう。うん、京谷の方から誘われる可能性があるからね。うん、京谷は取っとこう。じらそう、じらし作戦だ。で、佐々木大地、フィレンツェからやろうっていう話だったよね。うん、4しか上がんねえ、やばやば。9しか上がんない、やば。でも使っていかないとまずい。はい、これ2曲レベル15で終わるのは無理じゃないか。無理な気がしてきた。屋上行こうぜ、今日も朝から屋上行こうぜ。肩の力を抜いて。はい、君は抜きすぎなんだ、もっと気合い入れろ。はい、で次の方どうぞ、はい、次の方どうぞ。髪が黄色い方どうぞ。君もフレンゼ。ああ、ハル君はもうちょっと頑張ってね。3しか上がんない、きつえ。3だったらだって 1.2 倍しても3のままだよな。3を 1.2 倍にしても 3.6 にしかならんので。準備はいいですか。はい、はい、あ、4上がってる、あ、4上がってる。死者購入してくれた。だし巻き卵を作ってきたが、これをパンに挟むとはどうだ。パンに挟むとかどうだ、どうだ。すっげえうまそう。もう前回あんだけ二人羽織したんだから二人羽織で食えよ。猫が来るけど何にもないと。イベントも何もなくなっちゃいましたね。前回みたいになんか攻略にも載ってない、うん、一枚絵が出たりする可能性があるから油断できないんだよね。とりあえずもうアンサンブル、いや、京谷呼ぶか。京谷から、電話なかったし、しょうがない。京谷呼んで
もう上がんないけど上がんないけど、乙女はおしゃれを忘れません。はい、あなたの前ではおしゃれを忘れません。でも屋上です。でも屋上です。じゃあ始めるか。はい。おお、警戒ですね。いいですね。うん、4上がるね。一応4上がるんだ。よかったよかった。さあどうする、そろそろアンサンブル練習もするか。おナイスナイス、飯島、これあげるわ。寂しい毎日を送らずに済むようにね。リボンじゃないだろうな、赤い糸。もういいんだって、糸系はいいんだって。もう赤いの見たくない、私赤いの見たくないです。なんなんだよもう。フィレンツェどんぐらい上がる、もう結構上がるんじゃない。49、いいぞ。49上がるならやっていこう。アンサンブル練習2倍。はいはい、逃げた。ファンが増えない。よし、少しずつ形になってる。互いに激しく弾くと波長が合うな。この調子でやっていこうぜ。力強く弾くとテンション上がるよな。もう上がることないから君。もうそっか、今日やもうこれ以上上がんないから、上がんないからあれ変えた方がいいのか。この強弱チックをやめて、なんかもっと上がるやつにした方がいいか。いや下がってんな、こっちか。力強くがいらないんだ。これが決然とにすれば160まで上がる。すげえ、160がマックスだよね。うん、いけるかここまで。じゃあひばりも別に京也さんじゃなくてもいいから。もう京也さんを喜ばせなくても良くなったから、力強くなくてもいいですよ。うん、あーでもなんか足んないな、まだ全然足んないんだ。他のメンツでもらわなきゃいけないやつがまだもらってないってことだよねきっと。これはまあしょうがないな。でもう一回フィレンツェやってこう。できる限りフィレンツェをやってこう。くっくっ、よし開いた。で銀の音差でもいいよ全然、どうせ100超えるからな。はい、よし、これでグッドエンドは約束されたんだよね。うん、マエストロフィールドを打てばイベントが発動するって書いてあったから。はいはい、何もない、入るぞ。ん、ちょっと違う、あそうだ、彼女とデートするんだ。横浜コスモワールドの向かいのビル、あれだよね、アレクセイと会うやつだよね。はい、何もなければカットします。はい、選択肢はまあいくつかあったけど、まあ特に変わんなかったですね。あんな男のことは忘れようと言われました。はい、忘れます。どうしよう、ゆきひろさん、ゆきひろさんのちょっといい話を聞いてみたい。学校生活知っているか、なんでしょう、最近の生活だな。大会のためにこちらに来てるから、よく山下公園で練習してる。もう終わったけどな。練習中知らない人に何かと話しかけられるようだが、とても丁寧に対応してるの。ほほー、まあいるよね話しかけやすいタイプ。うん、こちらに来て早々山下公園で年配の茶飲み友達までできたという話だ。おっとファンができてますね。まあこんなものだな、そうそう眠くなってきた。はい、ありがとうございます。よくわからん人だ。うん、よし寝るぞ、あと1日できんな。さあパンを作る。あ今日は全国学生音楽コンクール、バイオリンソロ部門。はい。うちは出ない。お、京也が光ってる。どうした京也？イベントあんのか？え？藤沢秀明。録音してみろ。自分の演奏を客観的に振り返るわ。京也とオケ部の3年生がいる。おお、なんだ急に。気にしない。気になります、私。京也のことは何でも気になります。直すべき箇所がわかる、それに自分の表現がちゃんと伝わってくるのかもな。あ、そっか、もうみんなの意見を取り入れるモードになったんだな。今までは意見してんじゃねえよモードだったのに。
ちゃんと客観的な意見を聞いて取り入れる力を手に入れた。京也さん、あとこの間お前らの練習聞いてたけど、如月弟ピッチが悪かったぞちゃんと名前で呼んでください。名前で呼んであげてください。アンサンブルだからな、周りに合わせないと目立つんだ。直しておいた方がいい。わかった。わかりましたじゃないところは今日やらしいけど、なんだよ。いや、やけに素直だなと思って。お前本当に如月今日や？どっかで入れ替わったかもな。うん。は？ようやくお前にも先輩を敬う心が生まれたか。いや、敬ってないけどね。めっちゃタメ語だけどね。と言いたいところだが、夏でもあんのか？雪が降りそうだよな。お前今までどんな態度でやってたんだよ、先輩相手に。あのな、お二人とも京也先輩に失礼でしょ。は、春、戸川もいたのか。え、春くんはどこにいたんだ。話は聞かせていただきましたお二人が京也先輩の言動に驚かれるのも仕方ありませんお前も仕方ないって思ってんじゃん。今までの行いが行いですし、ですがどんな心境の変化があったにせよ、これは歓迎すべきことです。京也先輩も一歩引くということを学ばれたんですからね。なんか上からだななんか上からだな、こっちも。どっちが失礼なんだろうな、これ。いい稽古です。徳川先輩もそう思われませんか。ええー、春も失礼だと思う。これだよな素直にこれだと思った。春も失礼ですよ。え、リオロ、水島、お前が言ったこと全然ほらになってない。そうだよな本当そうだよな。そうですか。そうだ。てか、春、お前だけは言われたくねえ。どういう意味ですか。あ、なんかちょっと懐かしいな、この感覚。また京也先輩も大人になったのだと思いましたが、僕の勘違いだったようですね失礼します。あ、いかん、なんか余計なところで対立を生んでしまった。な、あ、あいつは、まあ頑張れ。うん、せいぜい俺の言ったことを役立てるんだな。なんだこいつは。お前レベルいくつだよ、技術。おいレベルいくつだお前。もういい、気にしてらんねえ。じゃあ俺も練習に行くから、またなりよろ。ああ、もう前作までだったらああいう人たちのレベルも分かったのになわかんないよね今回。モブたちのレベルとか親密とは分かるけど、レベルは分かんない。悔しいな煽りたかったんだけどな。お前レベル13じゃないかなあ今日や。練習なら声かけるよ。いや、相手が欲しけりゃな。おう、後で声かけるよ。とりあえず買い物だ。あ、買い物行くって言ってもお金ないんだっけ。 BP あるけど。お待ちしておりました。高いラッパ売ってください。ないよ。あ、でもいいよ、デジタルメトロノが2つある。稼いできます。ありがとうございました。これは稼いできます。山下5円、頼むぞ。いっぱいいてくれ、どっかにいっぱいいてくれ。5人ぐらい。あ、いいよ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 。そこいいです、そこいいですね。ちょっとハンガリーとかやってる場合じゃない。もう未だに冬で頑張る未だに冬引いて頑張る。はい、まずは稼いでメトロノーム買うお金を。メトロノーム代ぐらい部費で出してくれよもう決勝まで来てるんだからさ、さすがに部費で出してくれよな。いらっしゃい。はい、メトロノーム2つ買っちゃうともうラッパが買えないけど、もうしょうがない、安いラッパで我慢する。もしくは誰かなんか売ってくれ。売ってくれじゃない、また誰かプレゼントしてくれ。で、まあ、とりあえず適当なとこ行って、また屋上に男を呼ぶゲームが始まる。もういつも通りだな、この辺は。みんなこうなってんのかなみんなやっぱり屋上に男を呼ぶゲームになってんのかな。あ、もうこれは完成するな、自動的に。91まで来てる。で、ハルくんも98まで来てる。じゃあ、ちょっと指示を変えて、フィレンツ、もう君らフィレンツいい。フィレンツはいい。ヒバリをやってくれ。ヒバリをやってくれ。京也、あ、京也、京也すごい目覚ましい成長を遂げている。前のプレイでは一番遅かったのに、もうフィレンツクリアしてる京也。やるなぁ。いいぞ。
食べれる男になったな。でこれでみんなにヒバリを練習させつつ2人練習でなんか3とかしか上がんないからそっちは私とやろう、うん、やばい私が置いてかれてる私が置いてかれてますね。デジタルメトロノームはもうここでは使う、こんなとこで使ってどうする。違うので使おう、次の、うん、ヒバリで使おう。というわけでたまにはハル君とも赤い糸で結ばれてみようか。八方美人でよろしく。はい、上がんないと思うけど屋上行こうぜ。3は4、準備はいいですか。3は4に、え2は3は2、え、あ、4上がった、あ、なるじゃん、いいじゃん。やっぱ屋上すげえわ、屋上パワーすげえ。あ、お昼ね。お前今暇か、ソロ大会の決勝見に行かね、見に行く、行けんのかい。見に行くことにした、気に行くことにした。おーおーおお、あああ、察し、あ、察し。技術だけじゃこの湧き上がる感覚、これがやつの。おうおうおう、決まりだな。東金さんじゃないの、師匠。リオロこれからどうする、どっか飯でも。おお、え、何の音、え、雷雷、お前が出したんか。妙が、なぜ貴様らがここにいる。いや、お前の演奏君の演奏を聞きに来たんですけど。別に大会を見に来ただけだ。敵上視察のつもりか。雑魚が無駄なあがきをするものだ。貴様程度のポンコツなど我が足元にも及ばぬこと未だ悟れぬとはな。勝手に言ってろ。おお、いいね、クールな開始。妙画に対する驚異な態度を見て驚く。妙画に抗議する。袖をつかむ、つかめ、つかめ驚異。袖まくってんけどな。そんな不安そうな顔すんなって、俺なら平気だ。もうマックスだから正解してるのか外してるのかわかんないんだよね、選択肢。どうやら貴様に変革が起こったようだな。だがいかに変わるとも、奏者にとってステージでの演奏が全て。楽屋裏でのことなど聴衆には何の関係もない。無論この俺にもな。ああ、だから決着はステージの上でつける。俺の相手は貴様ではない。それこそ俺には関係ねえ。おお、今日や1枚も2枚も上手になってんな。いいだろう、これ以上の問答は無用だ。決戦の場で今度こそ立ち上がる気力すら起きぬ敗北を貴様にくれてやる。せいぜい腕を磨くがいい。わざわざ学生服翻す効果音鳴ったな今、バサッて。行くか。わざわざ音を立てて振り返ったんだな。今日夜の様子は普段と変わらない。おー、もう一皮も二皮も向けましたね。妙画のこと怒る、今日夜を心配する、それなら気にしないまあいいんじゃない、もうここまで来てバリンはしないでしょ。うん、今日夜が大丈夫なら私も大丈夫。今日夜と雑談しながら帰宅した。何も怒らん何も怒らん、何だったんだ、チキショウめ。なんだっけなんだっけ、もうジュースはおごんなくていいから、あと今日やっと二人練習か。今日やでフィレンツェ終わってんだよねこの人で。ヒバリが追いついてないからここでデジタルメトロノームを使おう。うん、そうだな。はい、ああ、一緒に練習な、いいに決まってんだろ、場所決めて早くやろうぜ。ここです、ここです。やっぱ一人より二人の方がやる気出るよな。おお、お前それ毎回やるのかそれ自分で言って自分でひるむのもう良くない、毎日やってんぞお前それ。はい、さてでアンサンブル練習をやっていこう。1曲は攻めた完成させないとな。2曲目は間に合わなかったら既存のやつでやればいいからね。うん、でファンになってない人もういないか。
もういないな。よし、ここでも3人集まってんならここでやろう。はい、フィレンツェ、フィレンツェ、音叉、音叉、音叉で25しか上がんない。はい、はい、よし、少しずつ形になってる。互いに激しく引くと、あー、そっか、これは見るんだな。毎回同じだな。あと5日だな。あと5日ならいけんじゃないか、これ。いけるな。もう恋愛は気にしなくていいから。恋愛は気にしなくていいからね。うん。もういっただろう、これは。トリプル S。いただいたんじゃないの、トリプル S。うい。これでもう明日からはこの曲で稼いでもいいぐらいだもんね。ああ。いいんじゃないか、いいんじゃないか。調子いいぞ。誰の話を聞きたいんだ。じゃあ、みおがさんにやったから、みおがさんの、ちょっといい話を聞かせてくれ。誕生日好きな音楽別の話。やっぱ学校生活か。そうだな。みおがの学校生活についてか。想像つかんな、授業中とか。バイオリン弾いてる以外何してるか全然わかんないよ、この人。横浜天音学園の運営に忙しいみたいだな。あ、そっか、なんか理事長もやってんだっけ。高校生のくせにご苦労なコートだ。うちの学院の敷地では見かけない。そりゃそうだ。天音のそばの山下公園や元町通りなんかによくいるんじゃないか。あんまりいい情報ではなかったな。まあやっぱ恋の音をちょっと稼いでいかないとこんなもんなんだろうね。うん、はい、というわけで今日はこんな感じでした。今日やがね、だいぶ、メンタルも成長してるのが分かりました。はい、頼れる男になった、もんですな。はい、じゃあ、今日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。いやー、間に合うよね。よね。